オリンピック予選までに何とか処分を解除するため救いの手を差し伸べたのが J リーグで成功を収めた川淵三郎。彼の活躍で1リーグ化は6月の期限に向けて順調に進んでいたが、しかし6月に行われるはずだったんですが、都合があって8月に延びるということなんですけれども、処分解除の審議が行われる予定だった FIBA の会議が8月に延期になってしまった。さらに広島県をはじめ新リーグへの加入が保留になってしまったチームが出てくるなど、日本のバスケットボール界はまだまだ問題を抱えていた。そんな中、改革を実行するタスクフォースより川淵チェアマン囲み会見の案内が取材班のもとに届いた。前日という急な呼び出しに不安を隠せない記者たちの前に川淵チェアマンが現れた。会長から日本のそういった制裁を全面的に解除したいということで提案をなされて、全員一致でそれは承認されました。正式にはその8月の総会っていうのは建前上というのか、組織としてのあり方としてはそうだけど、今日以降すべての国際試合、明日試合しても構わないということですよね。今から直ちにそういった交渉も可能だと、こういうことですね。だってしかし彼らのスケジュールは先延ばしたんだから、問題はどっちがあるか、彼らが悪い、まあ、悪いっていうか彼らに問題があったんで、我々に問題があったわけじゃないですからね。どうもありがとうございました。一体何があったのか。さあ、急遽この方にスタジオに、来ていただきました。川淵チェアマンです。よろしくお願いします。どうぞ。大変お世話になります。むしろ連れて帰ってもらいたいです。今日とはいろんな用途でございます。はい、そうですか、すごいな。いや、松本さんにいじられるごとに彼は大きくなっていくって感じですね。ありがたいことです。ちょっとバスケットボール問題でございますけど、なんかこうちょっとこうなんかこう見えました。ゴールはいや、もうとっくに見えてます。とっくに見えてます。すごいな。いや、見えなかったらやってないもん。かっこいい。これ日中関係もなんとかならない。なりそうですよ。なりそう。チェアマン自身はやっぱそういう揉め事のところに入っていくのはご自身的には好きなんですか。僕はね、平穏無事な社会よりはこう乱世のところに生きていく、生きてきたっていう感じが、そういう感じですね。今までの人生を振り返れば。だから平穏な社会には向いてないんですよ。多分どっかまずどっから手をつけたんですか。まずどうだ。いや、だからもう全部チャラにして一回チャラ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 にして、こういう条件が整ってた、整えたでが整えることができたら、この新しいリーグに入れてあげますよと言って、その条件が例えば5000人収容のアリーナを8割ホームタウンとして使用できることっていう条件を出したら、それだけでもみんなそっぽ見たんですね。最初はそんなのできるわけない、何が素人がそういうこと言ってんだっていう。でもそれが一番やはり大事な、なんていうか、お客さんにたくさん見てもらうことがプロとしての一番成功の要件ですからね。でバスケの不思議なところって、その中学校レベルだと結構バスケ部に入るやつ多いんですよ、はい、で人気があるスポーツなんですよ、うん、なんであれだけバスケ人口は多いのに人気につながっていかないのかなと。この辺が結構なんか先が、高校までで止まりますよね、うん、バスケットボールって、うん、あのね、2つにリーグが分かれてることで、普通の一般紙はですね、その試合の結果しか出ない、うん、80対70とか、はい、でそれが J リーグできる前とちょっと似てるんですよね。J リーグできる前もね、ほとんどね、そういう新聞の、ね、記事にならなかったですよね、はい、だからそういう意味はね、こう可能性ものすごくあると思ってます。ただこれ正式にこの言うたら全面解除、国際試合もできるというのは8月なんですよね。8月のね、6、7、8に、その全部の評議員会があって、はい、そこで決定されるんですけど、先走っていいんですか。いや、もう全然問題ないですよ、それは。
わらず全然問題ない。全然ない。日本人的に言うとちょっとそこは段取り踏んでなんか怒られんようにほんまはいけるけど黙っとかなあかんとかそういうのはないですか？そんなことないです。僕はもう知ってることはみんな言いますから。じゃあこれで日本代表としてオリンピックの予選にももう参加していけるできますよ、うん、来年の10月に統一した新リーグが始まる、うん、そこまでですよね。まずチェアマンとしては、ね、気になるのは、はいはい、まあ、やっぱりね2つのリーグを1つにするっていうことさえできればもう成功したも同然だと思ったんですね、うん、はい、ところが実際は協会のガバナンスそれから若手の強化ということに対して問題、はい、この3つを解決しろと言われたんですが、やっぱり協会のガバナンスっていうのはもう相当問題ありましたね。これはまあ、うん、やっぱりね例えば極端に言うと47都道府県協会の収支のバランスがどうなってるかさっぱりわからないとか、連盟がいっぱいあるんだけどその連盟が利益を上げてるのか赤字なのかすらわからない。でそれは協会はちゃんと全部管理しなきゃならないっていうのは定款に決まってんだけど、実際何もやってなかったっていうか、各都道府県で収支や勝手にやって別に上に上げる必要もない、勝手にそうですね。なんかいろんな、まあ我々から見りゃ、ね、何を管理してんのかなって。だからそういう意味ではね、今回のフィーバーから制裁を与えられたっていうのはバスケットボール界にとってはすごくラッキーだったと思います。あ、チャンスになっていくと、ね、そして前園さん、はい、前園さんも頑張ってくれましたよ ね、 ね、今回本当に、いやいやもうね前園がいたから松本さんに笑い物にされてもなんかなーって。今もう本音が出たじゃないですか。愛のある意味本音が出ました。いや、なぜてる場合違うんですよ。なんかでも頑張ってましたね。お前その後立ってないでこっち来たらいいよ。いやいやいや、こっち来たらいいよ。あ、ケアマンの後ろ行ってください。ケアマンの後ろに、ケアマンの後ろに行ってください。よかったよかった。いやいやね、後ろにそれは間に こんなにねコメントがねうまいとは思わなかった。いえいえ、まあよしよしついていきますよね、はい、本当に評判ですよ前園さん。ありがとうございます。急に声が。すごい、なんかその上下からやっぱカーブさんに対してすごいですよね。さっきも挨拶する時のスピードがもうサッカーやったらオフサイド切られてるぐらいの、もう飛び出してましたから。本当本当。いや本当に。いつもと違うもんな。飛び出し。チェアマンっていうのは昔からこうもうワンマンでグイグイ行くっていう人なんですか。あ、でももう本当にバイタリティある方で、もちろんもう J リーグここまで来たのはもうカーブさんのおかげですから。今回このバスケに携わるということで、本当3年ぶりお会いした時にまたこう勝負のところに戻ってきたなっていうのこう表情だったので、あ、これは何か僕も自分でサポートできるっていうか手伝えることがあったらしたいなという思いになりました、ね、あ、俺川口さん来てるからなんかさっきレギュラーやれへんみたいなこと言ったんかい。あ、なるほど、うん、ちょっとええ格好したんじゃない。サッカー界からの方からすると本当にもう男中の男っていらっしゃるわけですよね、うん、でもう一人この方からもメッセージをいただいているんですと。CM の後キングカズが恩師川口チェアマンの伝説を受け、もうカズゾノが来てるってことは、はい、ふざけた番組だって。違いますよ。真剣な番組なんで、カズさんの時も素晴らしい意見なんですけど。カズさん、練習後お疲れ様です。すみません。ここ最近はやっぱ、J リーグの20周年パーティーの時とか、まあでも、会った時は必ず、挨拶にも行きますし、はい、違うようで要件でサッカー協会に行くと、はい、駐車場に広報の女の子待ってて、はい、そのまま会長室行ってくださいって言われてそのままダイレクトですか。ダイレクトに会長室に行ったこと何度もありますよ。あ、本当ですか。会長が楽しみにお待ちしてますんで多分サッカー選手で、はい、駐車場がそのままダイレクトに会長室に行くのもあんまりいないんじゃないかなって。いや、カズさんぐらいだと思いますもうね、22年前の話になるんですけど、やっぱヴェルディは渡辺恒夫さんがいましたんでね、はい、で渡辺さんはやっぱり企業名を出させろっていう強い気持ちがあって、はい、まあ、でも片やね川部さんとしては全体のバランスを見てやっぱり地域密着型の
サッカークラブを作っていきたいってことで、断固それに立ち向かっていったっていう、あのでチェアマンになったばっかりで、はい、ね、渡辺さんは財界のねドンですからねこんなこと言っていいのか分かんないですけど、はい、でもそれに立ち向かって、まあ、両方の意見っていうのがね、はい、当時あって、どちらもまあ正解と間違いっていうのはないと思うんですね、はい、やっぱね、でも川口さんがJリーグっていうのはこういう方向で行くっていうのをね、はい、あの強い意志を持って向かっていったんでね、僕らはもうついていくだけだったんで、非常に心強かったですね、はい、当時で言ったらね、はい、日本代表なんかでも本当に僕らの前の世代までは本当に勝利ボーナスなんかもね、はい、なかった時代に、ドーハの悲劇ぐらいからね、はい、あのドーハの頃から変わって、はい、で現場に来て試合の前に確か1試合のボーナスがあったんですけど、はい、もう試合の前に来て、はい、勝ったら倍にするとか、はい、そういうことをおっしゃってくれたのも川口さんですし、そういう意味では現場に来て降りてきて、そういうふうに僕らを立たばしてくれるとか、ね、研究してくれるとか、そんなこと知ったことがあって、この人についていったらいいんじゃないかって思わせてくれるようなね、リーダーシップでぐいぐい引っ張っていってくれましたし、ワンマンの気はない、それこそ本当 J リーグアワードだってね、はい、ああいう形になったのも川口さんがああいうふうにやろうっていうふうにね、はい、してくれたんでね、それまではやっぱ日本リーグの表彰式とかもっと全然地味でしたから、若っ、うん、若い、地味でしたね、あのカズさんの時だけが派手なのって赤い手で、普通にまた戻ってますけど、風船から出てくるんですよ、今までいないんですよ、何個のコストね、これね、そうですね、華やかなね、はい、本当に開幕というかね、華やかな年でしたよね、93年、はい、うん、でまあ、2年前のそのJリーグ20年の時もね、なんか僕もらったんですね、はい、それも川口さんからもらって、耳元で50まで頑張れという、はい、言ってくれたんでね、はい、頑張ります、はい、あのその川口さんが今ちょっとバスケ界の方の改革に、はい、あの本当に先頭を切って頑張ってらっしゃるんですけど、ちょっとご存知でした、川口さん知ってますよ、はい、もちろん、はい、まあもちろんね、川口さんもいろんなスポーツ界に携わってきてね、そういう立ち上げに関わったことも何度もあると思いますんでね、はい、そういう経験を生かして、その今までのねリーダーシップ含めて、はい、また川口さんもちょ最近またちょっと僕も映像でも何度か見たんですけど、はい、また若返ったような、そうなんですよ、ね、僕もびっくりしたんですよ、ね、鋭い目が戻ってきてるんでね、やっぱりなんか勝負してるというか、はい、二十数年前の渡辺恒雄のような目をしてちょっと僕は分からないずる本人言うかもしれないですけど国際大会に出るためにもね、はい、こういう日本の国内のバスケットリーグをね、はい、やっぱ成功させてほしいし、はい、それを川口さんがね本当にぐいぐい引っ張っていってもらいたいなと思います、はい、まあでも体もね気をつけてもらいたいなと、はい、まだまだ若いですから、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、最近の前園さんっていかがですか今日もね関係ないでしょ僕は結構きつい練習やってる時ね、ちょっとふざけて見てくれるのかなと思ったら結構真面目な顔で見てたんでね、最近画面で見る前園さんはどうもなんかこう僕らの知らない前園さんになってますね、はい、そんなことなんかたまたまつけると必ず出てるんですよすごいなって思う、いやいやそんなことないですか、まあ、僕もそうですけど つまずかないように頑張りましょう、わかりましたありがとうございますありがとうございますありがとうございますどうもありがとうございました、すごいね、前園はつまずいたことで良くなったよね、そうですよね、結果的にだからやっぱ人間はつまずいた方がいいんだよね、前園、ね、そうですね、立ち上がってまた大きくなるわけですから、そうそうそう、ちょっといろいろ聞きたいことあるんですけど、その VTR がありましたけど、うん、企業名を出さない、うん、J リーグの時に、うん、そのなんかやっぱり理由みたいなのはあるんですか、うん、やっぱり当時はやっぱりプロ野球が断然の人気なスポーツでしたよね、はい、でサッカーが同じようにプロ野球のような形で企業名を出すと、例えば浦和レッズっていうのは三菱自動車でしょ、はい、だ三菱自動車は浦和の市民の中でトヨタやホンダや日産やマツダの社員もいるけれども、三菱自動車っていう名前がつけばみんな応援しませんね、企業名を出すとその企業とその周辺の人しか応援しない、うん、そういう過去の歴史があるから、やっぱ企業名を出しては絶対いけないっていうことで決めたんです、でもね企業がそれは許してくれるんですか、いやそれを許してくれたんですよその時に、だから読売新聞だけがその時に、まあ、渡辺恒雄さんの話が出ましたけど、うん、もう
感化学 大論争っていうか、うん、しょっちゅう僕は矢面に立ってやってたんですが、その時に、ね、泉谷さんちょっと覚えておられないかもしれませんがね、あるテレビの番組で出た時に泉谷さんが、いやチェアマンはすごい、あの渡辺恒夫さんと歯向かって一生懸命抵抗してるけど、あのチェアマンの方が正しいって言っていただいたって、本人覚えておられないでしょうけどね、そう言っていただいたから、僕は泉谷さん見るたびに、うん、応援してくれた人だとずっと覚えてるのか覚えてないのか、覚えてはいないんだけど、やっぱりかよすいません、覚えてはいないんだけど、俺はこの男はすごいなとは思ってた。この男はすごい、この男は、うん、この男は全然言っては先輩ですいません、だけどすごいなと思ってたの、うん、だから念のため言っておきますけど、今渡辺さんとはすごく仲良くなっております、はい、いいんですかもう当時はもう大変でしたけど、ね、当時は正直あんまり好きなタイプじゃない、あんまりどころじゃないですよ、めっちゃ嫌いだった、うん、もう目の前からいなくなってますそんなことテレビで言える人いるんですかでもね、いや、そのリーグよりも仲悪いじゃないですか。でも、ね、結局ね、渡辺剛さんが何かことあるたんびに、独裁者川淵、川淵がいるから J リーグはどうの、それから空想な理念とか言われるたんびに、そのテレビ局に呼ばれるんですよね。で、それを説明するわけですよ。それはどういうことでこう言われてんだと。だから一生懸命それを僕が説明したわけでしょ。だから J リーグの PR にものすごい役立ったわけ。だから、後で、後でですよ、十数年経ってから、はい、あ、渡辺さんって J リーグの恩人だったなって、そう考えれますよね、本当にそうなの。で、裏ではね、その当時ね、川淵と渡辺さんは裏でつながってるとマスコミの人は言ってたみたい、あまりにもタイムリーに情報発信がいい感じやから、ね、プロレスみたいな感じ、独裁者か、川淵って言われる、独裁者に言われたくねえよそれは全然知らんけど、独裁者から独裁者と言われて、僕は光栄ですって言ったのをまた新聞がどさっと出たっていう、一つお願いがあって、ヨーロッパとかって結構こう協会がそのオリンピック競技の委員会とパラリンピックの委員会が一つの委員会にまとまってるんですよね。でも日本はどこもそうなってなくって、川淵さんならそれを統一できる唯一の人なのかなと思っていて、俺もお願いしたいな。何ですか、ザ・漫才と M1 は一つにできますね、できます、独裁者川淵さんならできますみんなからお願いあってね。バスケットボールの次はなんかある、注目してる、次はハンドボール、ハンドボール協会、はい、だちょっとうまいこと言ってない、うん、もうハンドボール、ホッケー、ハンドボール、ホッケーがうまいこと言ってないから、その次バレー、そう、順番決まってますからなるほど、じゃあ漫才の方はちょっとだいぶ後です、まだまだ申し訳ございません、わかりました、どうもありがとうございます、ありがとうございます。